こんにちは、フルート奏者の町合です。今日はいつもとちょっと違うタイプの動画を撮っていこうと思います。先月11月18日、私の出身の、まあ、母校ですね、の小学校の創立30周年の式典がありました。そちらの記念式典の方で演奏させていただいたんですけれども、そのことについてお話をしていきたいなと思います。 私の母校の小学校はちょうど創立30周年ということで、私が小学校6年生の時に、もともとあったスト小学校と、あとウゴータ小学校っていう学校が合併して、今のスト小学校っていう風になったんですね。そこから30周年ということだったそうなんですね。で最初にお話をいただいた時に、 私の父の代からあそこには小学校があったので、えどうして30年なんだろう ?30 年以上あるはずなのになと思ったんですけれども、そういうことだったみたいです。なので、もともとのその前のところをこう歴史をたどっていくと、もう150年以上の歴史があるんですけれども、 今在籍されている教頭先生が大分最初に私を卒業生だと気づいてくださってこの演奏のご依頼をいただきましたフルートの演奏するだけではなくて何か新しい経験をしてもらいたいな今まで見たことないこと聞いたことがないことっていうのを経験してもらいたいなっていうふうに思ったので最初はフルートとピアノの演奏でいこうかなと思ったんですけれどもピアノは プロの方の演奏と学校の音楽の先生が聴いてくれるピアノではもちろん全然違うとは思うんですけれどもでもピアノって見たことはあるじゃないですか体育館にグランドピアノがあったりするのでなので見たことない聴いたことがない楽器を持っていけたらいいなと思って今回ハープと一緒に行ってきました プログラムの中にもサプライズを用意したんですけれども、それはちょっと後でお話ししていきます。私が小学校に在籍していた頃って、同じ校舎の中というか、まあ、敷地の中に中学校も一緒にあったんですね。なので、中学校を卒業して以来行くのは本当に久しぶりということで、多分17年ぶりなのかなと思うんですけれども、小学校に行ってきました。今年の9月頃夏が終わったぐらいの、 また暑いなっていう時期でしたね。9月の頭ぐらいに学校にお邪魔させていただいて、軽く打ち合わせをさせていただいて、演奏する体育館を見させていただきました。アープを持っていくということもあって、運搬経路大丈夫かなとかそういった確認もしたかったので、体育館も校舎ももちろん変わってないんですけど、やはりその当時の私の目線で見えてたものとは全く違く見えて、同じものとあまり感じないような、でも同じだなって気づくところもあって懐かしくなるような、そんな感覚がありました。 そして、打ち合わせでお話を聞いていると、私の同級生の方が PTA の役員をやられていて、娘さんが何年生にいるっていうふうなことを伺ったりとか、あと、私の幼馴染みの妹さんの娘さんがいて、その方がピアノを時々弾きに来ているとか、なんかいろいろ、あ、そんなことになってるんだ。みんな今もここで元気にしてるんだなっていう少し嬉しいお知らせと言いますかね。そういうこともありました。 最初に打ち合わせに行った日っていうのは確か始業式の日だったので午前中で児童たちは帰宅してしまっていたのでほとんど会うことはなかったんですけれども 2回目と言いますか演奏する前日に一応会場を見せてもらいに行った時には6年生が最後の打ち合わせとかをやっていて会うとこうこんにちはと声をかけてくれてそういえば私も当時学校の先生からお客様にお会いした時にはきちんと大きい声でご挨拶するんだよっていうことを教わってたなと思ってそこからこんなにね月日が経ってもそれが続いてるんだなっていうのがすごく嬉しいなと感じました 学校の門も変わってないし、坂も変わってないし、先生方の昇降口っていうんですかね、そちらも変わってないんですけれども、なんだか別のもののように見える気持ちもあるし、懐かしいなっていう気持ちもあるし、なんだかすごくここ最近感じてなかった感情っていうのを感じていた気がします。私がいた頃っていうのは全校生徒で160人ぐらいの生徒数だったみたいで、それでもすごく小さい学校だったと思うんですけれども、今は全部で50数名という という形で、一学年10人以上いないんですよね。なので、本当に小さな学校なんですけれども、そこでこう、複式学級のある学年もあったりしながら、すごくこう、アットホームにこう、温かくみんな元気に育っているのかなというふうに感じました。30周年の式典があった日っていうのは、一番最初に児童たちの学習発表会があって、その後に式典があって、来賓の方のお話だったりとか、校長先生のお話だったりとかっていうのがありました。そして、校歌を歌って、 その後に1時間ほど私の演奏会ということでお時間をいただいていました。で、プログラムはやはり児童たちが知ってるようなクラシックも聞いてほしいし、あと耳にしたことがあるようなディズニーとかもいいなって思ったりしていたんですけれども、でもフルートとハープの聞き覚えがないけれども、わフルートとハープってこんなことできるんだっていうのが聞いてもらえるような作品っていうのを選びました。あとは、 ちょっとあの学校演奏とかをよくしてる友人に聞いてみるとこういうポップスの曲とかすごくウケるよっていうのを聞いていたのでああそういうのも考えた方がいいのかというふうに思ったので担当の先生に相談してみたんですねでそしたら学校でやっぱり流行ってる曲として教えてもらえたのが YOASOBI さんのアイドルそして Mrs.GREENAPPLE さんのダンスホールという作品でしたダンスホールの方は10月にあった運動会で上学年の子たちがみんな踊ったとそして よわそびさんのアイドルは低学年の子が結構歌ってたりするというのを聞いたので、あ、じゃあこの2曲を今回はプログラムに入れようということで、そちら2曲。そして、あとはクラシックの名曲と、あとはディズニー。そして、最後に、 フルートとハープのオリジナルの作品を入れさせてもらいました。そのポップス2曲をサプライズにするのか、それともプログラムに入れといた方がワクワクするのか、当日サプライズとして受け取って、わーって嬉しい気持ちになるのか、どっちの方がいいのかなというのを先生に相談したところ、サプライズの方が喜んでくれるんじゃないかということだったので、プログラムには入れずに、パッと見普通の演奏会っていうか、そういう感じのプログラムにして、皆さんのお手元に置かせてもらいました。 お話をさせてもらいながら進めていたんですけれども、やはりそのみんなが踊ったダンスホール。 そして、y o a さんのアイドルっていうのは、ものすごく反応が良かったです。どの曲をやってても、やっぱりフルートとハープってすごくこう、美しい編成なので、女の子たちは特に目をキラキラさせて、こちらをずっと見ていてくれたんですけれども、その二つの作品はやっぱり自分たちが知ってる曲だし、大好きな曲なので、もう、子供たちもざわざわとしてくれて、すごくこう、反応が良かったです。特にアイドルさんの時にはこう、手拍子もね、してくれてっていう感じで、すごく私たちも乗ってきちゃうっていうか、 楽しくて、すごく、今まであまり感じたことがないようなタイプの幸せを感じることができました。で、最後には、ドップラーとザンマのガジルダ幻想曲という、もう本当にザ・クラシックっていう作品を演奏させてもらったんですけれども、 もちろん作品は聞いたことがないと思いますし、逆にこの作品って、あの、フルーティストでもあまり知らない方もいらっしゃったりするので、なかなか耳にすること自体が珍しい作品なのかなとは思うんですけれども、そちらを演奏させてもらって、あ、フルートってハープってこんなことができるんだなっていうのを知ってもらえたら嬉しいなと思ってました。これを機に子供たちが、フルートってこんな楽器なんだな、ハープってこんな楽器なんだな、音楽って楽しいな、 クラシックって面白いんだなとか、音楽に興味を持ってくれたらすごく嬉しいなとは思うんですけれども、音楽が得意じゃない人っていうのも絶対いると思うので、音楽に限った話ではなくて、何か自分の興味のあるものとか大好きなものっていうのを見つけて、夢をこう追いかけていけるような人生を歩んでくれたらすごく嬉しいなというふうに思っています。 今回この式典でいろいろな選択肢があった中、卒業生の私を呼んでくれたというところにすごくこう意義を感じていて、すごく小さな小学校で、すごい田舎なわけですよね。そういったところからでも東京に行って、海外に行ってっていうことができるっていうことを何かしらお見せすることができたら、それはきっと私を選んでくださった先生たちの気持ちを叶えることができるんじゃないかなというふうに思ったので、そういったこともいろいろお話をさせていただきました。 特に今は、どんなところにいたとしても、どんな自分にでもなれる、何者にでもなれるっていうことをお伝えしたいなというふうに思ってお話をさせてもらいました。 体育館の中に入るときは私は勝手にステージの袖から入っていくんだと思っていたんですが体育館の入り口から生徒たち、まあ、保護者の方の間も通ってステージに上がっていくっていう形の入場だったんですけれどもそれも6年生の男の子が私をこう引率してくれる形で連れて行ってくれて演奏前には司会の方が私たちの紹介をしてくれたりそして演奏が終わった後にはお礼のことを言ってくれる子お花を渡してくれる子そしてまた帰るときも 印刷をしてくれることいて、みんなそれぞれ自分の役割をしっかりとやっていて、とても頼もしいなというふうに思いました。とても素晴らしかったです。お話の中で私が去年と今年出版させていただいた書籍のお話をしたんですけれども、その書籍とあと私のサインを一緒にこのように寄贈させていただきました。 で、当日は、下月新聞の方と、文火新聞の方が取材に来てくださっていて、そちらも記事にしていただきました。下月新聞さんは前日から記事にしてくださったので、前日に知ったよという方たちから、あの、連絡をもらったりとかして、翌日にこう、報告というような形で記事になったんですけれども、そちらもカラーでね、載せていただいてすごくありがたかったです。 で、文化新聞さんは、あの、毎日出してる新聞じゃないので、ついこの間出たんですけれども、そちらもカラーで素晴らしい記事を書いていただきました。本当にありがとうございます。その30周年式典の全てなんですけれども、 児童の学習発表会と間にあった式典。そして私の1時間のフルートの演奏会っていうものが、私の地元のケーブルテレビ、II テレビっていうのかな今はちょっと名前が変わったみたいなんですけど、私の確認が正しければなんですけれども、12月11日の夜から、 放映されるということです。なのでまあ、ほされるエリアがすごく狭いので見れる方なかなかいないかなとは思うんですが、もしこの動画を今見ている方で、私の本当に地元の方がいらっしゃったら、ぜひ見てみていただけたら嬉しいなと思います。 学校のご依頼でこう演奏させていただくアウトリージだったり音楽鑑賞会だったりそういう機会ってもちろんこれまでもあったんですが母校で演奏するっていうことがこんなにも私にとっても嬉しいことなんだなと経験して初めて 気づくことができました。高校卒業した後からもう大学は東京に来て、その後割と卒業してすぐ海外に行ってしまってで、帰ってきてもずっと東京で仕事をしているので、地元にいた18年間よりもそれ以外の生活の方が長くなってしまっているので、あまりこう地元に対する思いっていうのが 薄いだと思ってたんですね、私自身。あんまり地元に帰っても地元の友達と会ってご飯食べたりとかも全然しないですし、どちらかというともう実家に帰って家族と過ごす時間をとっているので、そう。なのであまり自分に地元愛があるとあまり自覚していなかったんです。ですが、このように母校で呼んでいただいて演奏させていただいて、母校の 後輩たちの姿を見てやはりこうすごく温かい気持ちになったというかあ、私にもその故郷を思う気持ちっていうのがあったんだなっていう,うすごく大きな新しい気づきを得ました。なので今回このように動画を撮らせてもらいました。本当に素晴らしい経験をさせてもらって母校で演奏することができてよかったなと思います。はいそんな感じで。 うん、落ちがどうしたらいいのか今わからなくなってるんですが、私の母校の小学校の30周年式典で演奏してきましたという動画でした。この動画が良かったなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルではフルートに関するお悩みや演奏のリクエストをコメント欄で受け付けていますので、ぜひ書いていってくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。